さっき小劇をさせていただいた柏さんがちょっと帰らなかったもんですから、その前に1曲歌いたいという昔の古い昭和の曲を歌ってくれて、柴田陽子さん拍手をお迎えください。柴田陽子さん、さっき休憩時間に現れてくれまして、ピアニストは今日いないので柴田さんがちょっとバックでやってくれます。じゃあよろしくお願いします。すみません、遅く来て早く帰って申し訳ないんですけれども、実はランちゃんが竹林を開墾して鶏を飼ってるんですよ。ウコッケとか名古屋コーチとか、それでいつだったかここのライブでミネソタの卵売りっていうのを聞いたことがあって、それをランちゃんが聞いて